どうも柴田です。本日は激安定食を食べようのコーナーです。月末ですか。イエス。ということで、ただただ安いだけじゃない、安くてめっちゃボリュームがあるものを食べるという企画でございます、はいはいはい、ということで今日行くのはですね、こちら、お酒とご飯たくさん。たくさんやね、うん、たくさんですねちょっともう意味が分からんけどここにね、ものすごいなんか定食があるんですよ。ほう、ちょっとそこ見たら分かると思うねんけど、これお昼ご飯マグロ尽くし丼、これが1000円やねんけど、ほうほうほう、ものすごいマグロが乗ってるらしいのよ。へー。ということでね、早速ほんまかどうか調査に行きましょう。ほいほい。ということで、これやね、お昼ご飯。お昼ご飯、はい、はい、すいません。じゃあ、マグロ尽くし丼のご飯大盛りってできます？はい。それと坊ちゃんは唐揚げ定食でお願いします。それとマグロの釜の塩焼きお願いします。あと、瓶ビール。ということで注文完了しましたということで朝日いただきます。乾杯です。ああ、そうなんですか。あ、いや、ありがとうございます。もうようやく来れます。ずっと来たくて。いつも一人でやってられるんですか。そうですね、めちゃめちゃ忙しいですねいや、多分ね、あの大将が優しいから優しい人が集まるんやと思います。でも喋ったらなんかすごい優しい人やな、分かるもんね、うん、これが優しい大将ですうわ、これはすごいわ。ちょっと見て、ぼーちゃん、これすごない？これ夜の部やねんけど、お昼1000円やねんけど、夜は1380円。これ見て、これ1380円で食べるの多分日本でここだけやで。ほんまやで、これすごい。あの超豪華。あのね、僕正直ね、全部赤身で来ると思って、うんうんうん、これだってめっちゃ脂乗ってる部分もあるし、ここもめっちゃうまそうやし、うわこれはお得やわ。で、この具沢山のお味噌汁、お漬物やね。で、お醤油と。では、いただきます。どこから行ったらいいかわからんが、とりあえず味噌汁飲もうめっちゃ美味しいやんか。じゃあまず赤身からいただこう。うお、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。これこの赤身はうまいぞ。むしろもう僕全部赤身だけでいいっていうレベルで美味しいほんまに。あの全然水っぽくない、マグロの旨味がめっちゃある。へー、うん、すごい。マグロも喜びます。マグロも喜びますかほんまに美味しい。ちょっとちょっと舐めてた。ちょっともう一個いきます。このトロ、これトロやで。トロやな、うん、これ中トロですか。すごっ。これちょっとちょんちょんして、うわ、油が醤油に。すごいな、うん、うまい。ちょっとあの丼やねんけど、まだお醤油かけんのがもったいないもん。あ、この全体にお醤油をね。そう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 、ちょっと一個ずつ味わっていってみたいな、そんな感じ。もうこれね、海鮮丼じゃなくてもうマグロのお作りやから。そうやね、お作りをもうご飯の上にのしたのと一緒。だって見て見て、これこの分厚さ見て、すごいでしょ。おー、分厚い、うん、おー。で、何元気になった、炙りちょっと取って。いや、何これ、めっちゃ脂乗ってるじゃないですか。ちょっとわかんな、僕ちょっと引っ越すかもしれないですね、この家の隣にここもすごい、これこんな感じでね、シュ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 ッと、なんかあれやな。あ、いい感じやね。それ肌にかけてもいいんちゃう。あかん。なんでや。あかん。なんでや。ちょっとドンとしていただいてみていいですか。そうやね、そろそろご飯が欲しいね、うん、そろそろご飯が欲しい。あのね、妥協ゼロのマグロ丼。妥協ゼロ。ゼロ。
何々市場行って食うよりここ来て食うた方が絶対安いから。ほんまやな、ほんまや、それはそれは感じた。おおおお、ネタがうまい、お得やしね、うん、これはほんまに、もうほんまにおすすめさ、めっちゃ美味しい、コスパがいい、うんうん、うわ今日はほんまのテロやなこれね、うん、飯テロやな、うん、で、坊ちゃんが頼んだのが、坊ちゃんが頼んだのが鶏の唐揚げ定食です。なんでやねん、なんでやねん、お昼といえば鶏の唐揚げでしょ夜やけどな夜でもや、夜でも鶏の唐揚げや、よっしゃ、もう絶対うまい、何食うてもうまいわ、妥協せえへんもん、体操がどう、うんうん、おいしい、ちょ、坊ちゃん、あの刺身1枚あげるわ、ちょっと食べてみ、こんなマグロうまうまいやろ、これ、うん、唐揚げじゃなくて、こっちを食べるべきですね。ありがとうございます、うまい。このネタを素人の僕らが買いに行こうと思ったら、この定食より高くなる。もうちょっといろんなものをちょっと頼もうかなと思ったんですよ、うんうんうん、このマグロのトロとか、はいはいはい、全部入れてくれたから、もう頼むもんないね。ほんまにもうこれだけで晩酌が成立する、うんうん、うんうん、ほんまに、うん、おいしい。で、これがマグロの釜の塩焼き。なんかいつものイメージの釜と違うね。そうやね、こうなってないね、多分切ってくれてんねやわ。じゃあ、いただきます。うわ、自動的についてしまってんけど、何してもマグロはうまい。マグロの釜もさ、あの1匹からさ、言うたらこれ2個しか取れへんわけや、うん、2個っていうかまあ1個やな、うん、超希少部位。そうやね、うん、でこのガーリック醤油ちょっとかけようか、うん、まっ、釜にこのニンニク醤油こんな合うんやめっちゃ合う。だってもうマグロの肉自体がステーキみたいやん。そうやな、うん、うん、そうやわ。大将、今日のおすすめ一品なんかあります？はい、目玉。あ、はい、お願いします。こんなやつやな。あ、でっかいの、でっかいの、目でかくなんで、柴さん、よかったね、慣れたらいいねんけどな。最後に置いてんねんな。だから最後はマグロや。あ、まあ、最後はね、このうまいマグロってどの部分食べても後味が最高やな。そうやね、うん、やっぱり食べてもうたなんてことをしてしまったんだ僕は。めんたまきますよ美味しかった。美味しすぎてすぐなくなっちゃいました。うわぁ、めんたまよ。ということで、これがマグロの目玉。坊ちゃん、気使ってくれて目が合わんようになってるわ。おおあ、目が合った合わしとんやん、合わし。これのどこを食べるかがわからんねん俺。でも食べれるとこ全部食べる。この周りの筋肉とかさ、これトゥルトゥルちょっとめっちゃ美味しいね。ほう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 、これ筋肉ね。うん、目ん玉が大きくなりますように。うまっ。このね、今これ周り全部外してる、これがほんまにうまいのよこれ。あ、このトゥルトゥルのとこ、うん、つるっといった、ほんまにいった。大根死ぬほどうまいわ。旬でる、うん、おいしい。ほんまにおいしいわ。またかみたいな感じだけど、レモンチューハイこのレモンチューハイうまいな、甘さ控えめで。これあれかな、ん、何、あのぶら下がってるのマグロの釣る針。あ、そうやわ、これマグロの針ですか。あ、そうです。へえ、あれちょっとここに引っ掛けたいな、ここに、ここいやいや、ここに。やめて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 、痛いから。鼻フック、締めまでいっちゃいますか。そら締めいるでしょうね。ということで、これが締めの麺、
これがあれかな、マグロのフレークなのかな。あ、鳥なんですか。ここは鳥なんです。ここは鳥やって、ここはやっぱり動物的に、すっごい優しい醤油ラーメン。へー、うん、これ玉ねぎがアクセントになってて、うん、あとごまと優しいわ。優しい、うん、大将が優しいから優しい味付けに決まってるよね、うん、このだしでロールキャベツ煮込んだらめっちゃ美味しい。また違うメニューを言い出したとは。ということで、ごちそうさまです。ごちそうさまです。あ、どうもありがとうございました。はい、ゆっくりでいいですよ。はい、一人でやってはるから。そうやな。はい、安くない。デートに来れるね。デートに来れる、隠れ家やもん完全に、うんうん、このドヤ顔で連れてきてあげれる、うん、私マグロ嫌いやねん。唐揚げ食うとけ。ごちそうさまでした、はい、ありがとうございます。失礼します。ごちそうさまでした。ありがとうございました。なんでやねん、逆やろ。あ、逆出てこい。はい、ありがとうございます。いや、めっちゃ美味しかったね。美味しかった。いや、ほんまに、ぜひ、まあ、梅田というか堂島かな。そうやね、うん、堂島界隈来た時にはぜひとも行ってみてください。ほんまにおすすめのお店です。もうだって仕事中のランチでも来れる1000円。そうや、後輩に、おちょっとマグロのおごったるわ言って。ただ並んでるから多分無理やで。だってあの中7人ぐらいマックス、はい、終了、うん、しかも大将が一人でやってるから、うんうんうん、もう天元ワンや。あ、ええ格好できへんのか。できへんできへんできへんのかい。ということで本日はありがとうございます。今日はデブにはならないような気がする。まあ良質な油からね、うん、大丈夫だ。サラダ油系いってないもんね今日。あ、サラダ油の方ですか。サラダ油の方です。あ、そうですか。僕はあのね、魚の漁師さん、毒さヘキサエンさんの方です。あー、はい、毒吐くエンさんね。何を言うとんねん、ほんま。ということで本日もありがとうございました。